柳が務むは、日本の物理学者。広島大学理学博士。専門は素粒子物理学で、1979年に、シーソー機構を、1986年に、福来正隆とレプトジェネシスを提唱し、西宮ゆかは記念賞、西名記念賞、フンボルト賞、戸塚洋次賞を受賞。東北大学理学部助教授、東京大学大学院理学系。 研究科物理学専攻教授、同大学株理科ぶりかもの連携宇宙、研究機構特任教授を歴任した。柳田務柳田は1972年に、静岡大学理学部を卒業。1977年3月に、広島大学大学院、理工学研究科博士課程を修了し、理学博士の学位を取得する。同年日本学術振興会奨励研究院。 1979年には、東北大学理学部教務員を経て10月から、教養部助手に就任。この間、柳田は、シーソー機構を考案した。柳田は1981年から2年間、当時の西ドイツミュンヘン工科大学で、客員研究員を務め、1985年の1月から10月にも、同国、デジー研究所で、客員研究員を経験。 1986年4月には、東北大学理学部助教授に昇進する。この1986年に、福来正隆と共に、レプトジェネシスを提唱する。なお、柳田は、シーソー機構の実績により、1989年に、ニュートリの質量と統一理論として、西宮湯川記念賞を、1992年には、 ニュートリの質量におけるシーソー機構の業績で二種の記念賞を受賞する。その後、柳田は東京大学大学院理学系研究科に移籍し、教授となる。2003年にはフンボルト賞を受賞。2009年からは、同大学国際高等研究所かぶり、数物連携宇宙研究機構特任教授。2012年には、 レプトン期限の宇宙のバリオン数非対称機構の提唱の業績に対して、福来とともに第3回、都塚洋字賞を受賞する。ありがとうございます。